顔結構見えますか？小崎橋です。大丈夫かな？あっかり。あそこにあるの？こっち側行こうか。気をつけてね。これでしょ？水はどうしても反射しちゃうんだよね。でも勢いいいねこれ。あ、でも薄、結構浅いね。お父さんいる？いる？どこ？あ、あれそう？いるんだ。コイ？すごいじゃない。なんだろう、あ、さ、でも相模川とこくっついてるのかな。フナ？フナ？フラかブラボス？うん、頭に焼くしのでっかいみたいな。いる？いるんだね。小崎橋。本日4カ所目ですね。小崎橋。渡る？はい。でも綺麗になったよね、だいぶね。軽いよね。飲める？これですね。これあれです、プロモーションね、出てるでしょ、ここ。こうやってこう、こういうふうに。こうやってこう。こう。結構綺麗だね。ね。なんであんだろうね。埋めちゃってるもんね。危ないよ。でも新しいよね。なんかそのままなんかのけちゃったような感じだもんね。顔認証。なんだろうね。ね、で、これが大崎橋だね。でも結構できてきたね、上。ね、こんな感じ。まあ今日ね。あ、もうでもこっちはもうかなりできてるね、上の方。看板もね、設置も終わってるし。で、前ここね、撮った時に、こっち撮った時に、女性の顔っぽいの撮れてたのね。ここの、この辺りで。この辺りを撮った時に、撮れたんでね、なんか写真撮って。うん。
が来ますね。この辺りかな。綺麗でしょ。結構綺麗だね。まあ浅いよね。前もっと汚かったんだけど。ね。こんな感じですね、おとき橋は。こんな感じだね。事故が多い。そう。どこから？これね、2チャンネルだったね。うん、おとき橋。事故多いよと。うん。でもこんな事故起こらなそうなところで起きるから、スピードも出せないでしょ。うん、こっち側来てこう突っ込んでるからね、ここにね。この新しいでしょ。金網ぐちゃぐちゃだったの、2年前に。ということで、尾崎橋でした。はい、じゃあお疲れ様でした。尾崎橋終了です。お疲れ様です。Thank you.